BMW の2ドアコンパクト2シリーズクーペ磁気型プロトタイプがミュルブルクリンクで高速テストを開始した。その様子をスクープサイトスパイダーセブンのカメラが初めて捉えた。 BMW 関係者によると、 BMW には高速で強力なモデルが多数あるが、2シリーズクーペほど究極のドライビングマシンに近いものはないという。磁気型では後部ドアのある他の全ての2シリーズファミリーのように全輪駆動 FF に移行するのではなく、後輪駆動 FR レイアウトにこだわり続け、フラープラットフォームを採用する。ミュルに現れたプロトタイプは、車内にロールケージを配置しているが、ボディパネル、ヘッドライト、テールライトなど市販型コンポーネントを装備、さらにサンルームも見て取れる。また分厚いサイドスカート、スクエア形状の排気チップ、台形ホイールやブレーキキャリパー、シルバーのミラーキャップなどを装着しており、高性能モデルの M パフォーマンス M240i であることが予想される。キャビン内ではインフォテインメントシステム、デジタルインストルメントパネルを含むダッシュボード全体が2シリーズグランクーペと共有することが明らかになっている。パワートレインは 1.5 リットル直列3気筒ガソリンターボエンジンをはじめ、最高出力258ピコセカンドを発揮する 2.0 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンをラインアップ。今回捉えた M240i には最高出力345ピコセカンドを発揮する 3.0 リットル直列6気筒が搭載されるはずだ。また頂点には M3 セダン、M4 クーペから流用される 3.0 リットル直列6気筒ツインターボエンジンをデチューン、最高出力は400ピコセカンド以上となる M2 クーペが設定されることも濃厚と言えるだろう。2シリーズクーペ磁気型のデビューは最速で2020年内あるいは2021年初頭と予想される。新型車を最速スクープスパイダーセブンをチェック。